黒川さん、検事総長の黒川さん、今回ちょっと大変ですね。賭け麻雀が見つかってしまったということで、まあ、でもね、賭け麻雀はね、黒川さんじゃなくてもやってます。去年もやってました、10年前もやってました、20年前もやってました、多分10年後もやってるでしょう。多くの方が賭け麻雀をたしなんでおられます。まあ賭博行為が違法だというのは、確かにわかるんですけども、まあでもね、小さい意味で国民っていうのはなんかの賭け事やってますよ。やっぱりそれが露骨にね、5万10万100万200万っていう賭けだと、これは確かに社会的影響大きいでしょうけども、でもやっぱり10円20円とかね、50円100円みたいな、この一時の享楽に、収まる範囲のものでしたら、これは賭博とは言わないと。まあ小道具ですよね、賭けの。まあ、そういう解釈も成り立つんじゃないかと思いますし、まあ、私が住んでる町でもね、まあ、半径10キロ以内にもうこうバリアを張ると、賭けとされてるもの、賭け麻雀とされてるものって結構あるんじゃないかなと思うんですよ。どうなんですかね。確かに黒川さん、このタイミングで賭け麻雀見つかっちゃったっていうのは、なんかね、すごく面白いっていうかね、意外なところから来ましたね、黒川さんね。なんと言いますか、通常この国会で安倍さんが追及されて、野党が追及して、与党がかわしてみたいなやり取りがあって、定年延長とかね、これが見送りになったわけじゃないですか。で、一息つこうと思ったら、このタイミングで黒川さん賭け麻雀やってること見つかって、しかもなんかその法務省かなんかにやりましたって認めちゃったんですよね。じゃなかったですかね。まだ私もニュース深掘りしてないんですけども、まああの麻雀っていうのは4人でやりますね、基本的に。4人のうちの誰か1人が賭けましたって言ったら、もう言い逃れできないですよね。だからね、黒川さんやるんだったら、1人麻雀で賭けるのを、1人麻雀で賭け麻雀っていうのは、これは賭博罪になるんですかね。1人で賭けるっていうのね、まあよくわかんない状況ですけども、まあそれ置いといてですね、まあ黒川さんね、麻雀お好きだったんですよね。いや本当にね、いや嬉しいですよ。なんか黒川さんのことは今までずっとね、なんか官邸とのつながりがあるのかな、なんか嫌な感じするなとかね、森友賭け問題も見逃したんじゃないのみたいに私思ってましたけども、今回ね、黒川さん個人に対してはものすごく親近感といいますかね、同じ麻雀ファンとしてなんとか穏便に過ごしてほしいなと思いました。まあもちろんね、黒川さんもこうなったら森友問題とかね、あの辺ちょっとこう教えてください、こっそりね。でそういう話をネタに麻雀やりましょう。まあ、黒川さんがこの動画をね、見てることはないと思いますけども、いやー、麻雀ね、やっぱ面白いんですよね。麻雀ちょっとはかけたくなっちゃいますよね。で今回新聞記者の方とね、新聞社の方と麻雀だったんでしょ。なんかあれですか、麻雀こうお茶飲みながらね、こうやって麻雀しながら、ローンとか言ってからね、黒川さんそれ出ちゃいますかみたいな感じで、すいませんみたいな感じでやがってたんですかね。なんか想像すると楽しいですね。黒川さん、麻雀どんな感じですかね。イケイケな感じですかね、それとも守り重視ですかね。まあ、あのエリートですから、やっぱ緻密な麻雀されるんですよね、感情に左右されないというか。まあ、でも噂によると黒川さんって結構あの人間味のある方だと思うんで、フランクな方でね、まあ、ですんで、結構面白い麻雀だったんじゃないですかね。例えばチーするときにチッチキチーとか言ったりしたんじゃないですか、してたんじゃないですかとかね大三元上がる時とかね、すごく楽しそうにやったーみたいな感じで上がるんですかね。裏ドラワンみたいな感じでやったりね、チップとかやってましたかね、チップで麻雀とか。まあ黒川さん、本当呼んでくださいよ、それで麻雀やるんだったら。私もちょっとお金持っていきますんで、もう黒川さんにだったらもう負けてもいいと思いますしね。まあ、黒川さんに勝ったら私間違いなく YouTube で喋りますから。あ、そうだ、黒川さん上級国民 YouTuber ってのはどうですか。これから上級国民、あ、しくじり先生がですね、このしくじり先生出てください、テレビに。私は検事総長まで上り詰めた男でした、しかし懲戒免職になりましたみたいなね。そしたらなんか国民のその気持ちってのは黒川さんに味方するんじゃないですかね。だってやっぱりみんなね、いろいろ失敗繰り返していきますよ。黒川さん今まであのすごく順調に進んできたと思いますし、多くの方の人間関係をね、円滑にされてきたと思います。でやっぱり上り詰めると人は妬みからね、黒川さんなんか癒着してなんかやってんじゃないのとか、裏でなんかやってんじゃないのって思われるのはこれしょうがないですよ。そこに来てですね、
定年延長問題が出てきて、黒川さんっていう名前だけがクローズアップされたわけじゃないですか。それは毎日ねストレスで麻雀ぐらいやんないとやってらんないですよね、うん、であれでしょ、世の中自粛ムードでしょ、嫌になっちゃいますよね。確かに検事総長検事さんでも自粛自粛って言われると気が見えるところあると思うんですよ。賭け麻雀もねやっちゃいますよね。麻雀好きだったら麻雀お金かけちゃいますよね、あれですよ。中学の頃私も麻雀覚えましたけども、やっぱり最初はお菓子とかをね取り合ってたんですけども、そのうちにね10円とか20円かけ出すわけですよ。でちょっと大人になった気持ちがするんですよね、ちょっとお金かけると。それからまあ実際に自分がこうね会社に入るともうなると、会社の私もねサラリーマンやってた頃は会社の幹部とかね外部のコンサルタントと最後は麻雀大会になるわけですよ。鍋をつつきながら麻雀みたいなね。したらやっぱり先輩も後輩もね上司も部下もないですよ。みんなもう賭け麻雀で取り合いですよ。まあだからといって人間関係悪くなることないですし、どっちかっていうと人間関係良くなるんですよね。借金ができたりもしないですし、やっぱ同じ職場なんでお互いのこの懐具合分かってるんでね、無茶なやり取りにはなんないわけですよ。まあそういう意味でね、多分黒川さんと麻雀やった方も誰にも迷惑をかけることもなく、まあ賭け金だってそこそこでしょ、そんなにね、まあ1000点1万とかやんないでしょ。1000点1万でも多分無理ないと思うんですけども、あれでしょ、1000点200円ぐらいでしょ多分、1000点200円ぐらいだったらいいんじゃないですかね。それはもう賭博とは言わないようなレベルだと思うんですけどもね、何でもかんでも1円でもかけたら賭博なんて、そんなギスギスした世の中嫌ですよね。まあ IR 法案の中にぜひね今度麻雀も入れてください。そう、賭け麻雀特区ってのを作って、それでここでは賭け麻雀してもいいですよみたいな感じでならないですかね、なんとかね。はい、それではですね、黒川さんが YouTuber として再デビューすることを私はね待っております。私のチャンネルでも黒川さんを紹介させていただきますんで、ぜひね動画概要欄からご連絡ください。黒川さん連絡待ってます。黒川検事総長、それでは失礼します。